ワイアンクは中華人民共和国チャン通称ワイアン市に位置するしかつく。中国の古代から近世にかけての河川行政、水運行政、聖延行政の中心地となった古い町であり、洋州、蘇州、広州と並ぶ大運河城の四大都市と称された。州恩来、関心、五省恩らの生まれ故郷でもある。1986年には、 国家歴史文化名城の称号を得ている。川下村の湖口橋対外、古い町並み文通島現在のワイアン区はかつて、新代には、ワイアン府、中華民国以降は、ワイアン県と呼ばれた。2000年に、ワイ,イン市が、ワイアン市に改名するまで、ワイアン区は、ワイアン市という研究市であった。クレ、コシ、ソなどの諸国が争奪した、この地は、新代には、 ワイン県の管轄下となったが、幹部邸の時に、社用県が置かれた。東進の祖敵は、現在のワイアンクの場所に、城郭都市を築き、山陽県地を置いた。隋が大運河を改作すると、山陽県城は、長江流域と甲賀流域の間で、租税、食料、兵力、商品を運送する物流の幹線上の町となる。隋から東、五代十国。 国葬に至るまでこの地方は、蘇州と呼ばれその中心は、山陽県に置かれ、東争台には、水上交通を司る高和天運誌が置かれた。しかし金が僧に攻め込んだ際、この地は、南北の境となり、戦火に巻き込まれ荒廃した。現代には大運河が蘇り、天運誌に代わり総関府がこの地に置かれた。民及び、真の時代、水運は復興し、 街は再び繁栄の時期を迎えた。特に、キラ以降解禁が行われ解消が規制されると、国内物流は、海運から内陸運河輸送へと重心が移り、一帯は、運送や商業で栄え、河川や運河の管理と警備を行う総運総徳が置かれた。ワイアン府は、行政の中心ともなった。この時期、ワイアン区の街並みは、 現在見るような構造が形成される。東進の祖敵が建設して、以来の1600メートル四方の古い城郭都市は、老城と呼ばれた。北総大に、老城の北1000メートルの位置に、1000メートル四方の新たな城郭都市、新城が建設されている。秋夜には、和光から町を守るため、二つの城郭都市をつなぐように、 長さ700メートルの城壁が2つ並行するように建設され、その中の町は連城と呼ばれるようになった。こうして、老城、連城、新城の3つの城郭都市が連なる独特の構造の町が築かれ、それぞれの城には城門楼、閣楼、水門が設置された。総運総徳は、老城の中央部に総徳我門を構え、 新城の西門街には純北の沿海部で生産される塩を集積、検査し、長江流域やワイガ流域各地へ送る、砂塩があった。ワイア安府から、湖北省、湖南省、厚生省、安徽省、河南省、チャンスー省に送られる塩は、純塩と総称された。その繁栄の絶頂期、気内外では、人塩が湧き立ち交易が繁栄し、 大運河城の四大都市に名を連ねる。大運河に沿って隣接する、川下鎮、万光鎮、清市江浦鎮もワイアンフと一続きになった都市圏を形成した。しかし新末期、近代化で海禁が解かれ海運が復活し、内陸でも鉄道が敷設され始めると、大運河を用いた物流は減少し、ワイアンフも衰退した。中華民国政府は、ワイアンフを廃止し、 三要県を置くことにしたが、先制省にも同盟の県があるため紛らわしく、1914年にワイアン県と改名した。新代中期以降、清江浦鎮の方が大きくなっており、中華人民共和国建国後は、ワイアン県は清江浦に中心を置く、ワイン戦区に属するようになった。1983年には、ワイン地区がワイン市となり、 1987年に、ワイアン県は、ワイアン市に昇格した。2000年には、ワイイン市が、ワイアン市と改名しその下にあった、研究市、ワイアン市は、蘇州区となった。2012年1月31日に、ワイアン区と改称され現在に至る。陳順郎蘇州は、ワイガカ流の平坦な土地で、区内は、高順中赤平の及び里下川沿いの盆地が主で、 ある。軽食い大運河と軽古高速航路がな内を南北に貫き、新朝鉄路と祖北間外宗居が東西に貫く。現在のワイアン市は、かつてのワイアン府であったワイアン区ではなく清市永楽に市の中心を置いている。ワイアン区には、総運総徳我門のほか陳順牢、ワイアン府賀所、釈古園、文通等、少年丘分解析などの戸籍が数多くある。 また州本来の旧居や記念館、関心ゆかりの観光祠、観光釣り台、腰毛橋、五小音の旧居と、墓、石天、土買うホコラ留学故居など、バイアン出身の人物ゆかりの場所も多い。機械、電子、防食、化学工業、食品などの工業が盛ん。農業は水筒、小麦、綿花、油菜が中心。特産品には、茶、 カバノナ、平橋豆腐、文老油法、新油高老、ドン、金匠肉縁、長魚などがあり、純揚げ菜の主要な発祥地の一つである。ありがとうございます。